さあ今回出ましたコンクエスト MD でございます。さあ今回出ましたコンクエスト MD でございます。モンスタードライブ。ちなみにあのオシアコンクエストの、海釣り専用のジングの、リールがあるんですが、コンクエスト XG、それよりもドラム力はこちらのは上になります、ね。今ノーマルのハンドルがついております。これと、ベタハンドルのやつが、2種類あります、なぜかですね、みんなが首をかしげてることがありますよ。左ハンドルが、デカハンドルしかない。は？何言うとしくらっくらってね、もうカタログ見てびっくりしましたよ、ね。まあ別に左が使わないからいいんだよ、ね。はい、さあ SVS は8個です。基本的には SVS8 個ついておりまして、1の反対側が2になります。2、3、4、5ってこうなります。1、2、3、4、5、6と、ね、対象、まあ、8個ありますからね、まあ、3個か4個上げとけば、まあ、普通は大体 OK でしょう。で、その後、ここにマグネット、無段階式のマグネットが、SVS でいう2個分。ね、だからこれ、これ0にしとけば3個。まあ、例えば3個に設定したりとかね。3、3.12345678914。4.2、4.2、4.5 までいけるという。ね、ちょっとした風の時に、あ、ちょっとあの、4個だとバックラッシュしちゃうなっていう時に、マグネットブレーキをちょっと入れてあげればということです。ね、ドラムの、強さは8キロ。で、そんでもって、レベルラインで、これも300と400なんですが、レベルラインでは連動式です。ビーンって投げると一瞬に動きます。ね、ですから、このこちら側に行ってる時に、こう、強い力でこう引っ張られた時に、こう行くってことがないようにしてあげるという。はい、まあ、ギアはめちゃくちゃ強いギアを使い、そしてスプール径は45ミリ、1回転あたり1メーター1センチはこれ300、400と一緒。いや、でもちっちゃ、ね、300はここまで小さくなりましたよ、ね、コンパクトなボディになったということです。この連動式のね、このレベルワインドのこうギアをね、全部こっち側に入れちゃうと今度ブカーンって膨らんじゃうのね、よくいろんなメーカーさんがこっち側に一緒にくっつけちゃうからこうボーンと膨らんじゃう、リールになるんだけど、だからコンパクトになるっていうのはもうギアを逆につけるとかね、別につけるということで、そのようになっていく。まあ、やばい、リール自体の左右のバランスもすごいですよね、うん、そう、これがね、極端なこう、こっち側だけいっぱいなんかこのギアボックスがね出てるとかそういうのもないですね。はい、まあ、今回も、そんな感じで出来上がっています。まあ、行ったことインセンターはこういう経緯ですけどね、まあ、大体こんなもん、いうところでしょうか。まあ、ギア比の方は1対 7.5、ね、XG ってずっと言い続けて11年、俺がドラードやった時に XG 作れよって11年もかかんのかよっていう世界でね、やっと出来上がったというところで、これがコンクエストモンスタードライブです。